皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回は同人誌の紹介の動画です。同人誌っていうと漫画の同人誌が有名ですけど、評論系の同人誌っていうジャンルもあるんですね。そしてカメラのジャンルでも評論系同人誌っていうのがたくさん出してる方がいるんです。そこで不定期になると思うんですけど、カメラの同人誌をシリーズで紹介していこうと思います。第1回目の同人誌紹介の動画、取り上げるのはこちら、サークル新日本現代工画さんの佐藤評論シリーズです。佐藤評論シリーズはカメラについての批評の同人誌です。この動画を投稿している2021年の初めの段階で8冊が刊行されてます。全体的に一貫したコンセプトとしては、商業誌で取り上げるにはちょっとマイナーだけれども、歴史的には重要である。これまで取り上げられてこなかったテーマ、研究の対象としては特筆をすべき価値がある内容っていうのを取り上げています。さて、私の YouTube チャンネルで同人誌を紹介するなら、第1回目はこの佐藤評論シリーズにしようと決めてたんですよ。その理由、それがクオリティが突出して高いってことなんです。同人誌って基本的には趣味で作るものじゃないですか。だからクオリティは千差万別なんです。そんな中で、この佐藤評論っていうシリーズは研究書としてもう成立してるんですよ。内容のクオリティが本当に高くて。もちろん他にもカメラ関係の同人誌でクオリティが高い本を出してる方っていうのはいます。でもカメラ趣味者の視点を超えて研究者の視点っていう一つ高い場所からカメラっていうものを評論しているっていうのがこの佐藤評論というシリーズのすごいところだと思うんですね。実際問題としてクオリティの面で言うなら20世紀だったらクラシックカメラ専科に普通に掲載されていたレベル、それぐらいの深い内容っていうのが取り上げられてます。実際この佐藤評論っていうシリーズの評価は高くて、雑誌の日本カメラの2020年4月号には著者の佐藤茂雄さんへのインタビューも掲載されています。それでは佐藤評論のそれぞれの巻について簡単に紹介していきます。佐藤評論3、幻のレンズを追って。これは著者が中古カメラ店でジャンクで購入した謎のレンズ、ニコール TC5cmF3.5 っていうニコン製のレンズがどんなレンズなのかを探求するっていう内容です。内容についてはまるでミステリーのように資料と時代背景からどうしてこのレンズが生まれたのかっていうことを考察していて、カメラとかレンズについて来歴を調べるときにどういう方法を取ればいいのかっていう、その方法論としても参考になるかなって思います。後半には某プロレンズマニアによる第二次大戦を挟む時期のライカ版用の標準レンズをちゃんと撮影して比較するっていう内容も掲載されていて、こっちもレンズを評価するっていう時の実例としてすごい参考になると思います。佐藤評論4、 TLM の目指した未来と現在。これはソニーがアルファシリーズで採用したトランスルーセントミラーについての評論なんですけど、こちらだけ私未読なんですよ。もう品切れで一部だけ内容をチラ見したことがあるんですけど、このパート4以降文章の組み方とか想定が改善されていて、パート3に比べてかなり読みやすくなっています。佐藤評論5、収差可変レンズの世界。球面収差を可変させる機構を持つレンズっていうのが歴史上いくつか発売されてきたんですけど、その収差可変レンズの歴史、原理、そして作例込みでの解説っていうのを収録しています。この佐藤評論っていうシリーズの偉大なところは、時には指揮者、レンズの専門家の手も借りながら、レンズの描写について印象だけじゃなくて、定量的な評価、例えば設計の時の周差の曲線とか、そういうものを見て評価するっていうところまで踏み込んでることなんですよ。この佐藤評論後もそういった周差可変レンズについて印象にとどまらない評論っていうのがなされています。私自身この佐藤評論っていうシリーズを読むまではレンズの周差っていうもの自体について学ぼうなんて思いもしなかったので、本当に視野の広がる一冊だと思います。佐藤評論6、 AF 一眼レフとその時代。このパート6が私は佐藤評論の中でも一番の傑作だと思います。ボリュームも多いですし、内容も非常に研究として深いところまで踏み込んでます。この佐藤評論6なんですけど、これを書くにあたって著者の佐藤茂雄さんには問題意識があるんですね。どういう問題意識かっていうと、カメラのマニアがクラシックカメラにばっかり目を向けて、オートフォーカスのカメラっていうものを黙殺してるっていうものです。
実際、オートフォーカスのプラスチック製のカメラっていうものが、歴史をまとめて書かれたことっていうのが全然ないんですね。もちろん、個人ウェブサイトでは、プラカメだって生きているっていう先駆者がいましたし、個別の機種については、販売されていた当時とかにもレビューをされてたんですよ。でも、体型だって、歴史が書かれたことがない。そこで、著者の佐藤さんは、個々のカメラの紹介にとどまらない、ひとまとまりの歴史の流れとして、オートフォーカスの一眼レフについて論じたわけです。これまで体系だって論じられてこなかったものをひとまとまりの流れとして体系づけたという点において、この佐藤評論6っていう本はカメラ史の研究史上に残る本当に金字塔とも言える一冊なんじゃないかなと思ってます。このパート6の後半には同じくペンタックスとミノルタの操作系と設計思想について論じた佐藤評論1と2が付録として全部のページ収録されてます。佐藤評論7、GR の系譜、銀円からデジタルへ。このパート7は、リコー GR シリーズについて論じた一冊です。この7が書かれたきっかけは、著者が偶然 GR1 の試作機を手に入れたっていうことなんですね。で、パート3で幻のレンズを追ったのと同じく、この試作機は何なのかっていうことを起点として、GR1 っていうカメラの成立について考察してます。ちょっとこの本の本筋とはずれたところで私が驚いたのは、 GR1 が搭載してる 28mm のレンズって広角レンズだけどテレフォトタイプだっていうことなんですよ。テレフォトタイプっていうのはイコール望遠レンズじゃないんですよ。単に焦点を前進させたっていうレンズタイプでしかない。逆にレトロフォーカスは焦点を後退させるっていうことなんですけど、っていう光学について知ってる方だったら何を今更っていう感じかもしれないんですけど、私は本当にその辺のことを読んでレンズっていうものへの興味が湧いてきたので、そういう意味でもすごい知的好奇心をかきたててくれました。それからコムラーの最末期のレンズとかコラムも収録されていて、そちらも非常に独自性の高い内容で充実しています。佐藤評論8、 STF とそのフォロワーたち。ミノルタのアルファには唯一無二の他のメーカーにはなかったレンズがラインナップされてたんですよ。それが 135mm F2.8T4.5 STF っていうものです。STF レンズっていうのはボケを追求したレンズで、パート5で紹介された収差可変レンズとは違って、光学的なフィルターを使うことでフォーカスが合っていない部分の描写を改善してるっていうものです。この STF レンズと同じように光学的なフィルターを用いたボケ像の改善っていう技術は収差可変レンズと違って現代でもどんどん用いられるようになっていて、そういったボケを追求したレンズたちについて思い入れたっぷりに考察されています。佐藤評論番外編、知らなくても困らない韓国カメラの世界。こちらは2021年の11月に開催された面白同人誌バザールで頒布されたものです。タイトルの通り韓国製のカメラについて扱ってるんですけど、表紙に写ってるサムスン GX1 という一眼レフの実機レビューをはじめ、これまで着目されてこなかった韓国製のカメラというものについて、おそらく初めてスポットを当てた重要な一冊かと思います。番外編となっているのは新型コロナウイルスの影響で現地でのリサーチが難しくなってしまったためです。この本については別の動画で詳しく紹介しています。佐藤評論ボリューム9、ブリッジカメラとは何だったのか。2021年の12月に開催されたコミックマーケット99で頒布された同人誌です。この本なんですけど、私が佐藤評論の最高傑作と考えているボリューム6と同じくらい重要な仕事だと思ってます。ブリッジカメラっていうジャンル、これまでまともに論じられてきたことがなかったんですよね。本書では、ブリッジカメラとはどんなジャンルなのか、そしてなぜ生まれたのかっていう論考、そして代表機種の紹介が行われていて、ブリッジカメラについて知りたいという方にとってリファレンス的な一冊になることは間違いないと思います。本書については別に動画を作って紹介したいと思っています。というわけでカメラ評論の同人誌佐藤評論シリーズについて紹介してきました。この動画をきっかけに興味を持っていただけたら嬉しいです。佐藤評論シリーズはネット通販ではブースで購入が可能です。解説欄にリンクを貼ったのでそちらからご覧ください。佐藤評論シリーズ、カメラ関係の同人誌の中でも特にクオリティが高いので、どの本もぜひおすすめしたいです。特に紙の本は在庫限りになるので今のうちに買うのがいいかなと宣伝みたいですけど思います。というわけでこれからもカメラ関係の同人誌の紹介していきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。オブスクラでした。